シビはハトを守るためワシに自分の肉を提供した。シビはインドのジョジシ、マハーバーラタに登場する人物。多くの仏典に取り入れられ、釈迦が過去世において菩薩としてダンパラミツを修行していた時の名とされた。漢訳経典では、シカバネヒ、シカバネヒトギと翻訳される。シビ王の捨て身、シビ王とタカとハトなどの物語で知られる。シビ族に、 ウシイナラという高徳な王がいた。雷神インドラと家臣アグニは彼を試すために、インドラはワシに変身し、アグニはハトに変身した。アグニは、ワシから逃げたハトを演じ、ウシイナラ王のもとに庇護を求めた。ワシは王に言った。将は、あなたのことを法を本性とするものと言っている。なぜ法に背くことをするのか。王はワシに言った。このハトは、 庇護を求めてきたのだ。この鳩を守らねば、秘宝となるだろう。この鳩は震え、救いを求めて、私の元に来た。助けなければ私は避難されるだろう。わしは言った。すべての生き物は食べ物によって生きている。人は財物を失っても生きるが、食事を捨てたら生きられない。食べ物を奪われたら俺は死ぬ。俺が死ぬと、息子や妻も死ぬだろう。 あなたがこの鳩を保護すれば、多くの生命を殺すことになる。それは、法ではなく、悪法だ。何者をも妨げることなき法が、真の法だ。王は言った。お前は法をよくわきまえている。しかし、非合を求めてきたものを捨てることは正しいだろうか。お前の目的は食べ物を得ることだが、他の方法によっても、もっと多くの食べ物を得ることができる。牛や、 イノシシや鹿や水牛、何でも、お前のために用意してやろう。わしは言った。俺は、イノシシや鹿や水牛なぞ食わぬ。俺のために鳩を放せ。わしは鳩を食うものなのだ。もしあなたが道理を知っているなら、バナナの幹に登ってはならない。王は言った。お前が望むなら、シビ族の王国を統治してもよい。お前の望むものは何でもやろう。しかし、非語を求めてきた。 この鳩をやるわけにはいかぬ。私にできることがあったら言ってくれ。わしは言った。そんなに鳩が愛しいなら、自分の肉を切って、はかりにかけて、鳩と同じ重さの肉を俺にくれ。俺はそれで満足する。王は言った。今すぐ自分の肉をはかりにかけて、お前にやる。そして王は自分の肉を切って、鳩と共にはかりに乗せた。 しかし、はかりの上の鳩はだんだん大きくなっていった。王は、自分の肉を、さらに切り続け、ついに鳩と釣り合う肉がなくなってしまうと、王は自らはかりに乗った。すると、わしは告げた。私はインドラで、鳩は、アグニだ。我々は今日、法に関して、何時を試すためにやってきたのだ。自分の体から肉を切り取るとは素晴らしい。この世で、 何時の名声は永遠に存続するだろうこの、マハーバーラタの話は、実は、シビの父うしいならの物語であるが、写本によってはシビ自身の話としても収められている。この話は、後世、フッツの伏せを称賛する比喩として、インド古典州、カター、サリットサーガラや、タイチドロン、ケング行フッツ本行行十十尾バシャロン、六度修行など、 多数の漢訳物件に好んで引用された。ジャータカ、タイチドロン、剣具業、主教戦雑費業、総言教、仏本業業では、シビ自身の話となっている。ジャータカでは、鳩に変身するのはアグニではなく、ビシュアカルマンとなっており、次のように続く。自ら計りに乗ったシビオの姿を見て、インドラは感嘆していった。このように試してみたが、 王は全く我が身を惜しまなかった。まさにこの人こそ真の菩薩である。それを聞いたビシュバカルマンはインドラの人随力で死病を元の体に戻す。よう懇願するとインドラは言った。私の力は必要ない。王自らの誠の誓願によって体は元通りになるであろう。そしてインドラは菩薩に尋ねた。 あなたは肉を割いて苦しんだが、心が沈むようなことはなかったのか死病は言った。肉は裂かれ血は流れても、私の心には怒りなく、悩み沈むこともなく、人に尽くせる喜びがあった。生きとし生けるもの全てを救おうという、この真実の誓願によって、この体も元通りとなることだろう。そう言い終わるや、死病の体は元通りになり、 天も人も皆これを見て歓喜した。そして、これを見届け、真実の菩薩を見出した二人の天神は、天上界へと帰った。カター、サリットサーガラでは、鳩に変身したのはアグニではなく、ダルマとなっている。昔、シビという皇徳の王がいた。彼は、毎日のように多くの伏せをしたが、そのうち常識的な伏せでは、満足できなくなり、 ついに自分自身を伏せとして人に与えたいと考えた。作家は王の意向を知ると盲目のローバラモンに変身し、あなたは二つの目を持っているから一つを私にください。と願い出た。王は心から喜んで二つ与えると言い,い、シーバカという名医を呼んで目を取り出すよう命じた。途中から人が集まり思いとどまらせようとしたが、王の決心は変わらなかった。 シーバカは目を与えるというのは大変なことです。よくお考えくださいと痛めた。王は言った。世はすでによく考えたのだ。ぐずぐずするな。もう話すことはない。シーバカが薬を王の右目に塗ると王の目は回りきりきりと痛んだ。シーバカは言った。よくお考えください。今なら元通りにできます。王は言った。ぐずぐずするな。 シーバカが再び薬を塗ると、王の目は眼下から外れ、より強い痛みが走った。シーバカは言った。よくお考えください。今なら元通りにできます。王は言った。ぐずぐずするな。シーバカは三度目に薬を塗ると、王の目は眼下から飛び出し、筋によってかろうじてぶら下がっている状態になった。シーバカは言った。よくお考えください。 今なら元通りにできます。王は言った。ぐずぐずするな。王の目から血が流れ出て王の衣服が血まみれになった。王は激痛をこらえ、ぐずぐずするな。と言った。シーバカは小刀で筋を切り取り、目を取って王の手に置いた。王は苦痛をこらえてバラモンを呼び、一切を知る知恵の目は肉眼の百倍も千倍も好ましい。と言いながら、 その目をバラモンに与えた。バラモンはその目を自分の段下にはめ込んだ。同じようにして、左目もバラモンに与えると、バラモンは天上界に帰っていった。間もなく王の傷は治癒し、苦痛も止んだ。目の見えない者にとって王国が何になろう。王国を大臣たちに任せて出家しよう。と考え、御苑に行き、はすいけのほとりで、結果ふざして、 自らの言った伏せについて瞑想していた。すると作家がやってきて、王の見事な伏せの家方として彼の両目を生じさせた。しかもその目は真実の完成の目という超人的な能力を備えた目であった。王に両目が生じると大勢の人々が集まってきた。作家は人々の前で王を称賛し、 天上界に去って行った。王は国中の人々に伏せの優れた孤独を説いて聞かせた。それ以後、多くの人々が伏せを行うようになり、死後にこぞって天上界に行ったので、天上界の人口過密になった。死病があるバラモンの求めに応じて、自分の息子を殺して料理し、それをバラモンに差し出す。バラモンがあなたが食べろ。というと、 シビオは自らそれを食べようとする。バラモンは彼を称え、息子は生き返る。そのバラモンは、実は、創造主ブラフマーであった。シビオが、善説を得るために、羅説の求めに応じて、自分の肉を切って与え、ついには体をすべて背をしたが、真実の力により体が元通りになった。シビオが、善説を得るために、羅説の求めに応じて、 千釘を打ち込んだ二枚の板の間で自分の体を圧作して流れ出たちを与えたが真実の力により体が元通りになった。ありがとうございます。